てヒットになりました。杉は今日2本です。今度もストレートを捉えました。内容ありますね。アプリだったんじゃないですかね。もうこのパス取られたんですけども、また流れ考えてもポンポンと2つアウト取られましたから、また西川ヒットになりました。一塁ランナー次は三塁をどうするのか。三塁を三塁を三塁を使ってきます。西川ツーベース二塁三塁です。まあ、さっきは苦しい三振があった中で初球からしっかり振っていきました西川です。ライト線へのツーベース。ナイスバッティングですね。形で深くチェンジアップですね。積極的に振りに行って捉えられたというところでね、まあ、前田さんに言った中でね、センターの前ヒットで1人目、そして2人目西川帰ってホームイン。バッターランナー2塁行った。さらに追加点が入りました。今日1番の源田、2点追加の5対0。さらに大きな大きな2点が追加されました。7回の裏ツーアウトを取ってから、取られてからの攻撃、手からの守り、3連打で2点を追加したところで新庄監督が出てきました。今のバッティングです。理想的な素晴らしいバッティングですね。あれをこう引っ張るような形になってしまうとゴロになるんですけども、まあ、すごく2位形で打ってますよね、やっぱりね。